週刊文春が記事にしたからって証拠がちゃんとあるかって言ったらない場合も結構ありますよと。 松本ひとしさんが性加害をしたんじゃないかという疑惑を中華文春が報道したことについてですね、まあ解説したいと思っております。その時のですね、手引き役といいますか、女の子をホテルの部屋に連れて行ったとされているスピードアゴンの小沢くん、僕非常に仲が良くてですね、ちで言われている小沢くんの誕生日会、そちらの方にもお邪魔させていただいたことがあって、ことあることにですね、小沢くんがいつだったかな、もう18年ぐらい前、 ですかね、彼の誕生日会で僕が全員分の飲み台を奢った話をいつになってもしてくれるんですけどもちろんその女性もたくさん来ているし芸人さんとかですねタレントさんもたくさん参加する誕生日会なんですけどまあその場で性的な行為をなんか誘導するとかえ促すとかそういったことはまあ一切なくて。 特段、僕はまあ、そういう飲み会に誘われてないっていうのもあるかもしれないんですけど、でも、芸人さん、なんかね、同居していた徳井さんとか。 品川正治の品川くんとか、その辺ともなんか誕生日会みたいな感じで、こじんまりとした誕生日会。まあだから普通の飲み会、合コン的な飲み会みたいな感じで、まあそれをなんか怪しい会だっていう風に言い始めたら、切りねえかなっていう。まあもちろん松本ひとしさんはね、既婚者っていうこともあるんで、倫理的、道徳的にどうなんだみたいなお話が出てくるのはまあまあ仕方がないにしてもですね。その後ね、小沢くんが現人仲間に見せたとされる LINE のやりとりがあって、 女性側がありがとうございました。非常に紳士的な方でした。みたいなお話をライン上で書いてたということもあってですね。まあ、彼の性格からして本当に先輩を立てるというかですね、余計なことは言わないというか、そういった、まあ、ある意味奥ゆかしいというか、うんだから、こういうそのスキャンダルとかに、 なるような人じゃないんだよね、小沢くんは。まあ、松本さんは知らないんですよ。僕、松本さんと夜飲みに行ったことはないんで、同じマンションに住んでた時にですね、エレベーターの前でばったり、みたいなことはありましたけど。 あの、あと、ダウンタウンデラックスかなに出た時に、和牛マフィアの会員券を、え、プレゼントして、したらですね、わざわざ芸人の中も、十何人連れてきてくれてですね、和牛マフィアで、大盤振る舞いをしていただいたというような、本当にありがたい、え、お話もあったりとかして、人間として、そういった MC とかでお話しするところで、そういう、こう、いわゆるいやらしい話みたいなのは全然聞いたことがないので、そういう悪評もあんまり聞かないですし、まあ、今回の件が、まあ、真相はちょっとわからないですけれども、それ それの件で芸能活動をなんか自粛するみたいなお話になってたりとかするのはちょっとおかしいし、でもまあホリプロコムってあの小沢君の所属事務所はえ特に弾ずことはないのでこれまで通り普通に仕事をしていきますというふうなお話を、まあ、声明として挙げられてたのはまあはっきりした態度で僕はいいと思います。なんかよく週刊文春は。 きちっと裏取りをして完璧な記事を書いてるはずだ、みたいな話が。まあよく言ってる負け知り側のアホはいるんですけど、なわけねえだろうと。検察とか警察ですら事件を作ろうと思ったら証拠捏造したりとかするんですよ。金儲け目当ての一週間誌、全然モラルもクソもねえような他人のなんか、まあ、 まだね、性加害スキャンダルって言ったのあれなんだけれども、そうじゃなくてもう超プライベートな人の性的思考みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん悪趣味で人の趣味をこう覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんすよ、あいつらは。そんななんかね、モラルなんかあるわけねえんだよ。で、証拠なんかね、適当なんだよ。だってさ、あいつら別にさ、証拠不十分で、裁判で結構負けてんだよ。 週刊文春って。なのにも関わらず、何の責任も取らず、金だけ儲けてトンズラだよ。ひどい奴らじゃん。そりゃ警察とか検察の方がまだマシよ。嘘の証拠を捏造してるのバレたら、もうその後処分されて出世の見込みとかなくなっちゃうからね。だからそれはそれで必死だよね。 週刊文春はそれないからね。ということで、あの、部数が売れれば何でもありなので、これ週刊文春とは違う週刊誌なんですけど、すげえびっくりする話があって、まだその、こたつ記事をね、闇ジャーナリストみたいなやつが書いた、こたつ記事をですね、ああ、じゃなくて、その記事を元にしてこたつ記事を書いた立花隆さんとかね、NHK 党の立花隆さんじゃないよ。ジャーナリストの立花隆さんもお亡くなりになっちゃったんだけど、日経 BP に僕が怪しい取引をしてるみたいな嘘記事を書いて、うち、うちら 賠償金ももらって和解しましまたけれどもそういった話、ライブア事件の時いっぱいあったのよ。全部でね、何千万円か多分賠償金せしめたよ。あほとんど和解ですけどで。その中でもね、一番ひどかったのは高段者の案件で、これはやばかったね。もうすごく具体的に、エビスのウエスティンホテルのスイートルームで、ホリエモンが闇カジノに興じていたみたいな、そういう記事が出、出ました。で、ライブア事件の時だったんで、みんなこれ本当だろう多分思ったんだと思いますけど、なんでこんな記事が出るのかさっぱりわからない で、これ、ほんと酔っ払って、記憶をなくして、誰かに闇カジノに連れて行かれたのかなって思うぐらい。その日のアリバイとかまで全部調べたもんね。自分が自分を信じられなくなっちゃってて、あの頃は。で、調べてみて。 で、これは絶対ないなと。記憶をなくして、もう行ったことがないなということが確信できたので、講談社あと、これフライデーだったかな。週刊現代だかフライデーだかを訴えました。そしたら、どうやらその、垂れ込みをしたおばさんがいたらしくて、垂れ込みをしたおばさんが出廷するって話だったんですよね。 そしたら、期日にも、出廷してこなくて、承認、いません、みたいな。要は、あれ、先誓して、証言をするんで、自分が嘘ついてること分かってるから、これ裁判出てきて、そこで偽証したら、偽証罪で刑事責任まで追及されちゃうんで、偽証罪ってめちゃくちゃ重いんで、罪が。証人が来ないってなんだよ、それ、みたいな。なので、まあ、分かんないですけど、小沢くんも、その、松本一さんもそうなんですけど、絶対これは事実のゴンだって言うんだったら、かっちりその、訴えりばいいと思いますよ。訴えて、それ、裁判 嘘を言ったらその偽証罪に問われますから、まあそういったところも含めてですけれども、どうなのかな。そこまで耐えられるような証拠がちゃんとあるのかどうか。 そういうのも含めてですね、吟味検討して、で、外野、まだ何もね、お互い真相がちゃんと分かってない人たちは、憶測で物を言わない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、そういった感じでございます。週刊文春が記事にしたからって証拠がちゃんとあるかって言ったら、ない場合も結構ありますよと。相手側の言い分ばっかりを聞いてですね、記事にされた方は突然突撃されてですね、週刊文春ですとか言われたら、あおかお前って、そういったことも含めてですね、週刊文春の奴らは最低の奴らですということだけは言っておきましょう。 ということでいってらっしゃい。